柴田屋館は、富山県南都市、柴田屋にあった上官である。湿石。古市中国ハス沼城の市場としての役割を果たしていたとみられる。構造はほぼ正方形で周囲に土塁を巡らせていた。永禄年間、椎名安田根の家臣柴田丹後森久光が寄っていた。天正3年頃、古市中国菊船城主、石黒朱月菜に攻め滅ぼされたとされる。なお、 柴田丹波森久公は、越中国の召集五代であった湯佐氏の家臣であったと、いう説もある。ただし、永六年間における、隣軍は、越中以降一向一期勢の実質的な支配下にあり、一期勢により、当主が国を追われた湯佐氏の影響力は皆無に等しいと考えられる。さらには、その当時椎名氏の影響力は、越中国東部に限られていた。 どちらの説も正しいのであれば、柴田氏は、もともとは、湯沢氏の支配下にあったが徐々に一向一揆勢力に取り込まれ、蓮沼城で一向一揆に合力していた孔ダ根の支配下に置かれたものということになる。現在では、日吉社の境内となっているが、境内と外部との高低さが王子をかすかに忍ばせている。また、土塁の一部が確認できる。自治体によって石踏み。 案内板が立てられている。ありがとうございます。